お願いします。はい、ちょっと待ちください。お願いします。沖縄スパイ戦士 の、 あの上映があのパニパニさんの方で11月17日から11月25日まで上映されるんですけども、それに伴ってあの、まあ、市民の方からもこの上映が成功するように、また多くの市民の皆さんに見ていただけるように取り組みをしようということで、あの上映応援団というのを結成して今作業を進めていますので、こちらの方をあのマスコミの皆さんの力も借りて広報させていただきたいと思いまして、記者会見を行うことにしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。応援団の名前を応援団、はい、沖縄スパイ戦士宮古島上映応援団というのを作ってやっています。どんな代表っているんですか？代表はいなくて、あの事務局があの私、はい、そうなんで、はい、やっております。はい、でまず館長の下野さんから、はい、お疲れ様です。お集まりいただいてありがとうございます。実行委員会の皆さんというか、この映画はあの三上千恵さんの、連作なんかその、ね、4本目の作品で、QAB にいらした、ね、三上さんの作品で、新しくあの沖縄の沖縄でその子供たちを使ったあのそういう戦争の戦略があったということをあの すごい掘り起こした作品なんですけども、それがそういう作品をやるときにあの映画館だけでは非常に力が足りず、あの行き渡ることも難しく、こういう作品を上映していくにあたってもう どういう手立てがあるかなというふうにあのはいつも考えてはいるんですけれども、そういう考えあぐねていたところに、実行委員会というかこの、三上作品にをあのこの作品を見たいという皆さんにがあの集まっていただいて、私たちがそのお手伝いをしますと言っていただいて、あの今回上映するに至りました。短い期間ですけれども、あの監督にも来ていただいてお話を伺って、この作品の意義、今なぜこの作品を作ったかの意味を含めて、あの宮古の皆さんにダイレクトに伝えることが、作品と、ね、監督の言葉を通じて伝えることができるというふうにあの思っています。あの実行委員会の皆さんに本当にありがとうございました。映画館としてはあの様々ね、あの映画館なので、あの娯楽作品からあの、ね、エンターテインメント作品から、今度お子さんの作品からいろいろあるんですけども、あのこうしたあのジャーナリストが使ったあのドキュメンタリーの作品もあの非常に大事で、特に沖縄で今何が起きているか、過去何があったかということの作品を掘り起こした良質な作品は、やっぱりあの宮古島の皆さんも 見るあの見れる場所をねあの提供していきたいなというふうに思っているんですけども、そういう力足らずのところがありますので、皆さんの力を借りてね、でもあの非常にあの他の地域にはないあの画期的な動きでもあると思うので、あのぜひあの一会場、まあ公民館とかそういう上映も大切なんですけども、そういうところと借りて上映するって場合、やっぱり1日しかあのね、回数が相当限られた状況の中でやらなければいけないことが生まれてくると思うので、映画館というのはね、あのそういう意味では1週間、今回9日間やりますけど、非常にあのチョイスもできる場所なので、あの日程的なねを選ぶこともできるので、また映像作品なので、やっぱり、ね、映像作品に見たら向いた会場としてはやっぱり まあ、最適だというふうに自負してますので、ぜひあのたくさんの方に来ていただいて、今この作品の意味をあの見て感じていただければなというふうに思います。
ということですね。はい、ありがとうございます。応援団の事務局の私の方からちょっとお話しさせていただきますね。まあ、この作品自体前の標的の島カジカタカの時に実行委員をさせてもらった縁もあって、三上監督自身からぜひ宮古島の皆さん、本当にたくさんの皆さんに見てほしい映画なんですと、もう言ったら宮古や石垣の人たちのために作ったと言っても過言じゃない作品ですということで連絡がありまして、でどうしても宮古島で上映をしてほしいと。で、下地さん、館長の下地さんにお話を聞きに行ったところ、まあ、映画館だけではの力だけではちょっと難しいなということだったので、平和運動センターの下地朝夫さんや他に退職協の皆さん、個人の皆さんに声かけをしたところ、これはぜひ取り組んでやってみようかということで、本当に快く前向きな回答をいただいたので、じゃあぜひやりましょうということで下地さんと話を進めていただいて、どうにか年内に上映会をするということが実現する運びとなりました。うん、内容自体は本当にこう沖縄戦で何があったかということについてなんですけども、もう言ったら私たちの世代、30代40代の世代は学校教育の中で何が起きたかということを本当に毎年毎年学んで、また本当にこう私自身が沖縄戦についてはもう十分によく知っているつもりになっていたんですね。もう十分資料も今まで目にしてきたし、お話も聞いてきたし、もうこれ以上言ったらなんですけども十分本当に足りていると思っていた私自身がいるんですけども、実際この映画を見てみて、例えばスパイ容疑をかけて住人を殺すということが起きた、それは知ってる。そして集団自決があった、その事実も知っている。またマラリアの戦争、マラリアでたくさんの方が亡くなった、それも知ってるけれども、それがなぜ起きたのか、そのなぜの部分を知らない自分自身がいることにすごくびっくりしたんですね。そのなぜのところをやはり問い直す作業で、なぜをその答えを探し出す作業を本当に時間をかけて労力をかけて三上さんと大家さんがやってくださっているので、ぜひ本当にたくさんの人に、もう知っているつもりの方にも、実は沖縄戦のことをよく知らないという方も、実は若い世代、それとあと沖縄県外の出身の方には多いですよね。そういう方にもぜひ見てほしいなと思って、この応援団の取り組みを、はい、やることにしました。ぜひ本当にたくさんの方に見ていただきたいので、よろしくお願いいたします。浅尾さんはどうですか、この取り組みについて。はい、今度は新しくセンターの議長に福田さんが交代しました。そうなんですね。じゃあ福田さんからもお願いします。はい、はい、福田と言います。はい、はい、今ご紹介がありました沖縄スパイ精神ですね。先月ですね、先立って上映会の前にですね、試写会がありまして、それで、この沖縄スパイ選手の映画ですね、見ることができたんですけども、はい、とっても、はい、衝撃を受けたといいますかね、先ほどソナンさんからもあったようにですね、知らない、こんなこともあったんだなというのをですね、この映画を通して、知ることができましたし、本当に三上監督が丁寧に証言者、体験者からの証言をですね、取られていてですね、本当にとってもなんていうかな、ショックもありながら、またやっぱり、軍隊の本質というのはやっぱりこうなんだなというのをですね、改めて、軍隊というのはやっぱり住民を守らない、
プラスやっぱ住民を利用するものなんだなというのをですね、この映画を通して改めて感じました。やっぱり今、国の安全保障ということで、国防ということで今、先島へのですね、あの自衛隊配備も、進んでいるんですけど、この映画を見てですね、もう一度本当にあの軍隊の自衛隊の本質を知る、その上で、またこの自衛隊配備についてもですね、賛成されている方ももちろんこの考える機会にしてほしいなと思います。やっぱり歴史から、歴史は繰り返すと言われますので、しっかり歴史を学ぶことが大切だなと思います。そういう意味では歴史を学ぶ上ではこの沖縄スパイ戦士というのはとってもいい映画なので、一人でも多くの市民の方にですね、見ていただけるように、自分も応援団の一員としてですね、多くの同僚とか友人、知人ですね、PR していきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。大使区長職員会の方でもですね、この話は前にあのコスタリカの映画もあったんですけど、同じような流れでみんなで応援しようじゃないかということで、まあそういう会議を代表してきておりますので、まあ今の趣旨と同じような気持ちで動いております。いいですか。ありがとうございます。香織さんは何かありますか。いいですか。はい、なんかもし質問等あれば。監督が来ることも、あ、そうですか。初日先生ですね、はい、初日の、1回目、ね、2回目ともに上映後にございます。あ、三上さんだけなの。そうですね、はい、今回この作品のね、やっぱり大きな気持ちですね、新しく大谷さんというね、はい、同じ QAB にいらっしゃった小さい三上と呼んでましたけど三上さんいたら喜んでしたけど、はいはい、三上さんとその大谷さんがね、2人で女性監督がね、作ったということは非常に作品のね、見て厚みがね、やっぱり相当増したと思うんですよね。で、子供たちをそういう戦争にね、戦争というか具体的にもう少年兵として送っていったそのシステムっていうのも、もう非常に分かりやすく、で体験者というか、そのかつて少年兵だった皆さんがもう90前後ですよ、の皆さんがそうやってね、発言、証言されてて、その意味合いというのは非常に深いと思うので、それを女性2人の監督がね、作ったというのは非常に意義ある作品だなというふうに思っています。大谷さん自身はもうすでにアメリカの方に渡米されたということなので、はい、三上さんだけではあるんですけど、はいはい、しっかりお話ししていただけると。沖縄本島に上映されているんですか。この映画自体も桜坂の上映がもう8月で終わっています、ね、6月、5月ぐらいから、うん、もう東京の方でもこれ、これ東中野というところで上映が、終わって、それでもう全国のそういう実行委員会になりというところに作品を今見ていただいている状況です。石垣も終わってます。そうですね、石垣も先月終わったんで、1日だけかな、1回だけの上映、公民館で、市民会館か、そこでやったんですね。まあ、宮古島は、まあ、できる限り多くの方に足を運んでいくということを目的にして、ぜひ映画館の方でやってくださいというふうに、はい、お願いして実現しました。はい、こう宮古島だと陸上戦がなかったので、若干沖縄戦っていうのの実感が宮古島でどうだったかっていうのがあまり多く語られてないし、また資料としてこう教育現場とかいろんなところでそんなに目にする機会が少ないんですけども、実際この映画自体も沖縄本島北部であったゲリラ戦と、あと八重山波照間島であったマラリアの戦争、マラリアでの被害をすごく丁寧に追ってはいるんですけども、宮古島にも3万の日本軍が来て、さらに特攻隊の発火、その宮古島の空港から出発していきました、出撃していきましたし、あと人間魚雷も準備がされて、そこから出撃した幼い兵士たちもいますので、もしも宮古で陸上戦があったならば、
どういうことが起きていたんだろうかとか、もしくはもう記録には残ってないけども、もしかしたら宮古島島内でも同じようなことがあったのではないかというふうに私自身は推測をしているんですね。で実際あの袖山集落の方は疎開をさせられて、あのマラリアで多くの方が亡くなって、村自体が、あの集落自体が亡くなったという記録もありますので、あのぜひこうただ見てああこうだったんだということだけではなくて、宮古島のことと引き寄せて考える機会になったらいいなと思っています。三上さん の, あ の, そ の, あのこれまで の, あの論として、僕が記憶しているのは、基地のない島には軍隊は来ないんだっていうふうな 論説があったと思うんだけれども、間違ってたら申し訳ないんだけど、でも今回はその少年、子どもたちがそういうふうに戦争に加担して、その周りもということと、もう一つ戦争もない、軍隊もいなかったはずの島に、陸軍中野学校のあの人間が送り込まれて、その島から住民を全て追い出して、牛とかヤギとかいたものは全部あの加工して、軍隊が全部持ってって、その追いやられた住民の行き先はそのマラリア の発生する地帯だって、そこでもう半分は死んでったんだということが あって、ということが描かれる部分があるんだけども、そこがあの非常になんていうかな、あの戦争というものの本質とはこうなんだということをすごい意味ではない場所からもえぐり出しているという部分で、非常に優れた作品なんです。あのそういった視点をあの持っている、あのまたあの三上さんと大江さんが組むことで、その進んだあの真実とは何かというところに進んだ形の作品なので、そういう意味ではあの非常にあの自衛隊がいいとか悪いとかの話じゃなくて、そのシステムがあのどう、それがどういう、今もそのシステムがあの守られていて、あの変わらずにこの軍隊というものの本質があのこうなっていくであろうということを示唆するような作品なので、非常にこれからの都で語るときに非常にあのポイントになる作品としてもね、あのなるんじゃないかなというふうに思っています。以上でよろしいでしょうか。はい、では今日は本当に来ていただいてありがとうございました。